ウクライナ空軍は2005年に従来のウクライナ空軍とウクライナ防空軍が統合されて生まれたウクライナの空軍組織である。司令部は創設以来ビーインヌイツヤの第24航空軍に置かれている。ウクライナ空軍機ウクライナ空軍の国籍識別表1991年8月24日にウクライナがソレにより独立し、 翌1992年3月17日には空軍組織としてウクライナ空軍が創設された。ウクライナにはソ連時代からの伝統として2001年の時点では空軍の他にソ連の防空軍を継承した防空軍、ソ連の海軍航空隊を継承した海軍航空隊、ソ連の陸軍航空隊を継承した陸軍航空隊が存在していた。 この時点で空軍と防空軍は装備も共通化され、指揮系統も単一のものに組み込まれるなど、実質的に統一運用されているに等しかった。2004年には防空軍は空軍へ統合された。一方、海軍航空隊や陸軍航空隊は2005年現在も独自の機材を装備し、独立した運用がなされている。なお、航空機を装備する組織としてはこれらの他に、 国境警備隊がある。ウクライナ空軍は基本的には独立時に現地に置かれていたソ連空軍の組織と機材をそのまま受け継いだ。そのため当初は大型の爆撃機であるスマイナス95やスマイナス160などウクライナにとっては維持するに足りない機体も多く保有することとなった。しかしながらウクライナはこれらの機体と その搭載兵器の解体費用をアメリカ合衆国などから引き出すことに成功したため、多くの不要な機体がスクラップとされ、その上これにより多くの資金を国内に取り込むことに成功した。一部はロシアへ引き取られた。スマイナス 22M3 の一部はその後も維持されたが、2006年、初頭に前期が退役し、ほとんどの機体は解体された。 2005年現在ウクライナ空軍で運用される、主な機体は、アン -26 や、アン -72 などの輸送機のほか、ミック -29 やス -27 などの、戦闘機、ス -24 やス -25 などの爆撃機や、偵察機、ミ -26、ミ -8 などのヘリコプター、L-39 などの練習機などがあり、その他特殊な用途の機体も保有している。 カ -27 やミ -14 BE、BE-12 などは海軍航空隊のみが装備していたが、BE-12 飛行艇は、ス -22M に3とともに空軍に移管されたとされる。また、ミ -24 などは陸軍航空部隊の運用である。ウクライナでは、ロシア帝国時代より航空産業が発達していたため、独立後は、 すべての作業を国内ですべく努力している。同国では保有する機体の維持や近代化改修のほか、新造機の製作や新型機の開発なども行っており、軍民問わず各国へ輸出をしている。また、独立後の極度の経済混乱により、ウクライナ空軍は多くの機体を退役させざるを得なくなったが、それに伴い余剰機体の輸出に力を入れてきた。主なものとしては、 クロアチアへ、ミック -21 ビス、ウム、エリトリアへ、ミック -29、ユービーアス -27、スリランカへ、ミック -27M と、ミック -23 ウム、アンゴラへ、ス -27S、イエメンへ、ス -17M4 が輸出されている。中華人民共和国製の旧式の全面装備しか保有しないアルバニアは、 新しい装備を探しており、ウクライナから中古のミック -21 を購入する契約が検討されていたがこれはキャンセルとなった。また、2004年にスーダンへミック -21 を輸出したことが、同国における住民虐殺問題と絡んで一部で問題視された。2005年にはエストニアへミック -23MLD とス -24 が輸出されているが、これは カルトゥにある博物館に所蔵された。2007年にはアゼルバイジャンへ、ミック -299 から13とミック -29UB が輸出されたが、これは、リビューで近代化回収を受けた機体であり、ウクライナ製の近代化回収機としては本国に先駆けての配備となった。その他、オレンジ革命後明らかになってきたところによれば、クチマ政権は中華人民共和国へ、 航空機発射型の長距離ミサイルを密輸するなど、裏での取引も少なからず、行われてきたようである。その他、自国及び各国の機材の整備も国内企業が受け負っている。独立後の経済の混乱による空軍への影響は、深刻で、特にパイロットの訓練時間の劇的な減少は、大きな問題をはらんでいる。また、 原油機材の状態の悪化と新機材の調達の困難は空軍の今後に関する不安要素である。ロシアによるエネルギー問題に関する干渉も空軍自体やその財源となる国家経済の不安定化に寄与している。ウクライナの経済状態は最悪だった1990年代末頃と比べ2005年現在は大きく改善されており、 今後も徐々に向上していくものと考えられるため、空軍機材の近代化もこれから徐々に進むものと考えられる。2006年現在、ウクライナは、いわゆるロシア三国であるロシアやベラルーシに比べ、空軍機の近代化に遅れをとっているが、ここに来て、ようやく将来計画が発表された。それによれば、現在同国空軍には、ミック -29 が160機。 スマイナス27が55機、スマイナス25が58機保有されているが、これらを今後それぞれ60機、35機、25機に削減し、それらに近代化改修を施すこととなる。また、北、大西洋条約機構へ参加するため、NATO 標準の敵味方識別装置の装備が必須となっており、近代化改修の内容も、NATO よりのものとなる見通しである。ただし、 これも多分野におけるのと同様ロシアの干渉が考えられるため依然として不明確な要素をはらんでいる。また実際 NATO へ参加するのであれば機材は西側基準のものに更新されていくのが望ましいが従来通りロシアとの関係を重視するのであればまたは現在保有する機材との効率を重視するのであれば当然のことながら ロシア製の機材の導入が選択されるであろう。国内状況に鑑みれば、原油機材の回収と国産機による輸送機等の更新以上のことは当分行われないであろう。ウクライナ空軍は経済状況の厳しさから縮小を余儀なくされるが、これは NATO 参加を見越した軍縮であると評価できる。すなわち、一国のみで国防を行う場合は、 比較的大規模な軍事力を保有する必要があるが、NATO に参加した場合はそのこと自体が、隣国に対する大きな抑止力となるため、国内の軍事力保有数を抑えることができるのである。軍事予算は常に経済発展の足を引っ張るものであり、したがって、ウクライナの NATO への参加は、ウクライナ経済の改善に直接にも寄与すると考えられる。また、 NATO 参加によって同国に安定がもたらされるとみられれば、NATO への参加は間接的に大きな経済的貢献をすることとなるであろう。いずれにせよ、ウクライナ空軍の今後は不透明なウクライナの国際政治の今後と直結していると言える。一時期、ミック -29 やエル -39 のごく一部に対して近代化作業が行われていたことがあったが、これは 限定的な試みに終わっている。その後、ウクライナ空軍では2015年の間に、保有機材の近代化、アップグレードを行うとしている。また、2012年から、新しい戦闘用航空機の実用化を行うという。その他、アビアントのオレーフシェウチェーンコの説明によれば、2008年に、ウクライナ空軍へにキ能アンマイナス70を納入する、予定である。 アンマイナス70は1機あたり8600万、古い分野であると見積もられている。ウクライナ空軍では、アンマイナス70を、それまでのアンマイナス12やアンマイナス124などに代わる大型の多目的輸送機として運用する見込みで、海外への人員や物資の派遣にも大きな力を発揮することが期待される。また、同様に2008年からは、 戦闘機の近代化も行うとしており、ミック -29 やス -27 が近代化回収作業の対象となる予定である。ミック -29 の近代化作業はリビューで実施されることが決定されており、2007年現在すでに作業が準備されているが、ス -27 については計画がまとまっていない。このほか、ス -24 やス -25 も近代化される。 予定であるが、これらについても実施計画は未定である。ウクライナ空軍は、西部、南部、中央の3個航空司令部と、空軍司令部直轄部隊からなる。2005年末の時点で、総員5万9000人、軍用機204機、輸送機32機を保有。西部航空司令部南部航空司令部中央、航空司令部直轄部,部隊現在のウクライナは、 ロシア内戦時代に存在した独立国家ウクライナ、人民共和国の正当な後継国家であることを主張しており、ウクライナ空軍の国籍識別表も同共和国時代のものを踏襲したものとなっている。基本色となるのは伝統的には西ウクライナで使用されていた青と木である。空軍機はこの2色を用いた円形のラウンデルを主翼上下面4カ所に描いている。 機体によっては胴体にも描かれたものがある。このラウンデルは現在は外側が木で内側が青のデザインが使用されているが独立当初はかつての西ウクライナ人民共和国の一部航空機で使用されていたものと同様の外側が青で内側が木のデザインや白地の円に青と木の三角形の図案を配したマークが使用されたこともあった。 三角形の図案のものは、主翼上下面4箇所と垂直尾翼左右2箇所に描かれていた。それ以外の機体では、垂直尾翼には国章であるトルイズーブが描かれている。これも、基本デザインは木と青であるが、機体によってはその輪郭だけが描かれて、停止人化されたデザインが採用されている。 これは特定の機種に採用されているわけではなく、特に戦術面での意味があるというわけでもないようである。なお、歴史的には、トルイズーブは、ウクライナ人民共和国、ウクライナ国、西ウクライナ人民共和国などウクライナの各独立国を通して航空機に用いられていた文章である。その他、正式には、空軍所属でないウクライナ軍内し政府関係の機体は、 コクピット付近あるいは垂直尾翼にウクライナの国旗を描いている。トルイズーブは胴体に大きく描かれることが多いが空軍機のようなラウンデルは記入されない。また、ウクライナ軍の機体は胴体にウクライナ語で、ウクライナ軍、政府の機体は同じくウクライナ語で、ウクライナと記入していることもある。また、民間委託となっている機体もあり、それらは 同対抗部や主翼に民間機登録番号が記入されているに置かれていた。また、ミマイナス6、ミマイナス8、ミマイナス24を装備する国境警備隊は、キロボフラード州オレクサンドリーやキエフ州ビイラ、セールクバに部隊を置いている。陸軍航空隊、海軍航空隊に関しては別行。 ウクライナ空軍の装備ウクライナ空軍のミック -23MLD 多目的戦闘機ウクライナ空軍のス -15TM 迎撃戦闘機ザポリージャで展示されるウクライナ空軍の L-29 練習機ウクライナでは独立以来幾度か運用する機体に特別塗装を施し展示飛行を行ってきた中でも1 9九十年代末に編成されたウクライインは ユークレーニアンファルコンズの英名で世界に広くアピールした。ありがとうございます。